のような若さは消え浮かれて消えるその場しのぐような人々はそうさ夢物語の最前線、フロントライン、メインティーム。
圧倒的なサイズだ。メガシティ、人間をちっぽけなものにするには十分だ。東京見つけに円の中心までやってきたのに、探しているものからどんどん遠ざかっていくようだ。欲の結晶からなる鍾乳洞、重力に逆らってそびえる逆賊の塔。この街はまるでトリックアート、上と下、大と小がこんがらがってくるよ。水が上に流れた、金が天から降ってきた。天地善悪無用無用。物言い午後に DJ は一人開店前のブースに立った。だい色の太陽が窓から覗き始める頃、針先から伸びる陰影は深さを増して歩を進める。東京タイムズ、1000万の思惑を映した日が沈む。夜の帳が降りる頃に詩人は明滅する街へと消えゆく。愛憎に混じる顔を背け続けたその円の中心へと。全てが飽和したこの街で学んだことは、調和 is power。 世界よりも先に人は一足先に、陰陽が統合したケイオスの世界に足を踏み入れることができる。天地創造、泥のようなエネルギーのぶつかり合う精神の世界。そこでは何も定まらぬことだけが定まっていて、しかし全ての矛盾をはらんで、一瞬一瞬が奇跡のバランスを織りなしたり崩したりを繰り返す絶妙のバランス。東京タイムズ、あなたは地図も持たずに夜の東京を歩いたことがあるかい？思い出すのは昨夜のセッション、俺たちのたまり場、桜坂のみんなの部屋。グルーヴを足した、かけた、また足しかけた。最後にそれを人数で割った。刹那刹那を生きているようで地続きの縁を生きてるんだ。大丈夫、俺たちはまた戻ってくれる。